薬島温泉は、鹿児島県熊毛国薬島町尾の間にある温泉である。湯そのものは、サラサラした感じであるが、入浴して肌に触ると、まるで石鹸をつけた体に触るようにぬるぬるした感触になる。もともと薬島温泉の名称は1971年開業の国民宿舎薬島温泉と共に始まったが、実際は近くにある。 この間温泉からの引沌であった。2005年、国民宿舎が閉鎖、解体された後地に JR ホテル、薬島が新築され、この時、JR 九州と薬町が共同でボーリングしたところ、ホテル近くで新たな源泉を探り当てた。JR ホテル、薬島前日の通り、温泉施設としては JR ホテル、薬島の一軒のみであり、これは、 おの間温泉の共同浴場から南東約1キロの谷崎花に位置する。よって薬島温泉に温泉街はない。男女それぞれの大浴場、露天風呂があり、湯船からは東、品海から太平洋に続く大海原が一望できる。白母寺の夕日は特に見事で、天候次第では水平線上にトカラ列島の島影を見ることができる。ホテル内に設けられた施設とはいえ、 宿泊客以外も利用できるように、1階に温泉専用の入り口が設けられている。泉室に特徴があり、宿泊客はもとより地元住民や薬島登山の登山者、他の旅館、民宿の宿泊客も入浴に訪れる人気の温泉となっている。ありがとうございます。